ヘルツェグボスナ・クロアチア人共和国は1990年代の前半にボスニア・ヘルツェゴビナの中で分離を宣言し事実上独立していた国家。ボスニア紛争における分離主義の動きの中で国際的承認のないまま1991年から1994年まで存続した。モスタルを首都と定めたもののそこは 政治情勢が安定しなかったため、実際の政府は、モスタルから西に1 9キロメートル離れていて、政治的に安定していた、グルデに置かれた。その後のワシントン合意によって、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦へと併合された。ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の県の一つである、第10県はこの国と同じ、ヘルツェグボスの県を名乗っている。しかしながら、この名前は、 連邦憲法裁判所により憲法違反とされた。それでもなお、ヘルツェグ・ボスナの故障はこの件を指して広く用いられている。なお、本校では、ボスニア・ヘルツェゴビナにおいて、ムスリム人が、ボシュニャ人と言い換えられる前の歴史的な記述についても、断りなく、ボシュニャ人の故障を使用する。クロアチアの与党であったクロアチア民主同盟は、ボスニア・ヘルツェゴビナ西部である、 クロアチア民主同盟を組織して支配した。1991年末、ハジビーの中では、より過激な分子が、マテボバン、ダリオ・コルディッチらの指導と、クロアチア大統領、フラニオ・トジマンの支援のもと、党を支配するようになった。1991年11月18日、ハジビーの過激分子は、マテボバンや、ダリオ・コルディッチらの指導のもと、 ボスニア・ヘルツェゴビナの領内に、ヘルツェグ・ボスナ・クロアチア人共同体の存在を宣言し、これを政治的、文化的、経済的、領土的すべてにおいて独立した存在であるとした。マテ・ボバンやダリオ・コルディッチらは後に、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷に、戦争犯罪人として訴追されている人物である。クロアチア人の支配者によって、 母子逆人の民間人に対して行われた民族浄化と人道に対する罪及び戦争犯罪に関して HDZ はヘルセグボスナ域内の各自治体で大きな影響力を持った。1991年11月にヘルセグボスナが成立してから特に1992年5月にヘルセグボスナの指導者が地域の支配権を確立し、 ヘルツェグボスナの領域とされた各地域におけるクロアチア化を推進するようになってから非クロアチア人に対する直接的な差別と弾圧が激化した。クロアチア防衛評議会はクロアチア人によって結成された軍事組織であり、領域内の自治体の政府とサービスを支配下に置き、母子逆人の指導者を追放するか社会の隅へ追いやった。 ヘルツェグボスナの当局とクロアチア人の武装勢力はメディアを支配し、クロアチア人意識を懸念し、プロパガンダをルフした。地域にはクロアチアの紋章や通貨が導入され、クロアチアの教育とクロアチア語が学校に導入された。多くのボシュニャク人やセルビア人は当局や経済活動から追放され、生活保護もセルビア人やボシュニャク人には不利なように配分された。 ボシュニャク人一般に対する嫌がらせが増加した。多くの人々が強制収容所へ送られた。地元の HDZ 指導者らはボスニア・ヘルツェゴビナを民族別に3分割するジュネーブ和平交渉に呼ばれたものの、ボシュニャク人側が1993年8月28日にこれを拒絶した。これ以降、ヘルツェグ・ボスナは自身をヘルツェグ・ボスナクロアチア人共和国と、 称するようになった。ボスニア・ヘルツェゴビナや国際社会は、ヘルツェグ・ボスナを国家として承認したことはない。ボスニア・ヘルツェゴビナの憲法裁判所は1992年9月14日に、これを意見と判断し、1994年1月20日に、再度意見とした。ヘルツェグ・ボスナの指導者、ヤドランコ・プルリッチ、ブルノストイッチ、スロボダン・プラリク、ミリボイ・ペトコビッチ、 バレンティン・チョリッチ、ペリスラブ・プシッチは、人道に対する罪、ジュネーブ条約に対する重大な違反、戦時法、監修に対する違反によって、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷に訴追された。戦争と平和報道機関によると、フラニオ、トジマンとヘルツェグ・ボスナ指導者の間の密談の記録から、ボスニア・ヘルツェゴビナを完全に解体し、 セルビアとの間で同国を分割する意図があったことがわかる。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争終結後もヘルツェグ・ボスナを同国の第三の構成体として復活させようとする動きがある。これは2005年にボスニア・ヘルツェゴビナの大統領評議会の異防、ミロ・ヨビッチの下で始まり、ヨビッチはボスニアのセルビア人を非難する意図はないが、彼らが セルビア人共和国を持つことができるのなら、我々もクロアチア人共和国とボシュニャク人共和国を作るべきだと述べた。その後、大統領評議会のクロアチア人代表となったジェリコ、コムシッチはこの考えを広めることはしていないものの、なお多くのクロアチア人の政治家の間には、ボスニア・ヘルツェゴビナ領内に、クロアチア人国家を求める立場を主張している。ボスニア・ヘルツェゴビナの主要な、 クロアチア人政党であるボスニア・ヘルツェゴビナ・クロアチア人民主連合の党首ドラガン・チョビッチは次のように述べている。すべてのクロアチア人政党はやがてボスニア・ヘルツェゴビナを民族ごとの構成体に分断し、サラエボをそのいずれにも属さない地区とすることを提案することになるだろう。クロアチア人の政治家は皆、クロアチア人に対して、 他の民族と完全に対等の権利を保障するための憲法改正を目指さなければならない。すべての構成体は独自の立法府、行政府、司法機関を有することになる。チョビッチは、また、次のようにも述べている。現行の二構成体からなる体系では、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の枠内で、母主逆人による、クロアチア人の同化、基本権の剥奪から守ることができない。 スルプスカ共和国の首相ミロラドドリクは、そのような運動を支持すると発言している。ありがとうございます。